こんにちは、澤部さん長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、東洋大学の長文行ってみたいと思います。本日の全体像なんですが、皆さん段落は5つありましてですね、で皆さん設問がこういう感じになっております。で皆さん、これは問題の数ですからね。で皆さん、これをですね、ちょっとさすがに全部やってるとですね、皆さん視聴時間がえらいことになりますので、それを考えるとですね、皆さん内容1問題は東洋大学以外でも対策が図れますので、東洋大学ならではということを考えると、このオレンジのところですね、これは皆さん行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、注釈が1つだけついておりましてですね、これでございます。たくさんということですからね、ちょっとこれを踏まえて一読をしていただいて、でその後まず空欄 A ですね、皆さん選択肢ここに書いておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、正解は2番ですよね。皆さん、ちょっと線を引っ張ってみましたが、 according toうにゃうにゃに、よればという意味の熟語でよろしかったかと思います。さあ皆さん、まずこの前半ですね、 If you want more success という表現を皆さん普通に日本語に訳すとですね、1番と2番の多分どっちかだろうという判断はできるかと思います。皆さん、3番、4番のですね、成功、望めば望むほどという話は、さすがにどこにも書いていないので、3番、4番は×ということでよろしいかと思います。で、あと皆さん、1番と2番でどっちにしましょうということなんですが、おそらくヒントはこの波線引っ張ったところではないでしょうかね。で、皆さん、直訳すると失敗ということにおいてはたくさんですよという話ですね。ということは皆さん、たくさん失敗をしてきている様子が伺えますよね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。多くの失敗を受け入れるんですよね。ですので、このあたりをヒントに考えていただいてよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところはこれですね。B 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん、続いて、タイトルを選ぶ問題なんですが、今皆さん第一段落読んだ段階でいけるかと思いますので、ちょっとこれも考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、おそらくヒントはですね、先ほどの下線部 A の根拠と同じでよろしいかと思います。つまり、成功したければたくさん失敗を頑張りましょうと、つまり失敗を厭わない、恐れないということですね。そっから選択しいけるかと思います。ですから正解は1番ですよね。皆さん、成功は簡単にはやってきませんよということでよろしいかと思います。つまり、たくさん失敗を重ねることによってようやく成功にたどり着くわけですからね。ですから1番が正解ということでよろしいかと思います。で皆さん、ヒントにしたところどこですかって言われたら、例えばこれですね、 B 動詞の右側、もしくは一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、注釈またついておりましてですね、白熱電球でございます。で皆さん、一読をしていただいた後に、まずは空欄 B ですね。選択肢これでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、正解は1番ですよね。皆さん、as long as、もし、うにゃうにゃなら、条件を表す表現でしたね。文法の知識でいけるかと思います。さあ、皆さん、続いて下線部 B でございます。こちら、問いの3番でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解は1番ですよね。皆さん、判断基準ということでよろしいかと思います。皆さん、もう単にメジャー、名詞の意味が分かっているかどうか。
という問題でございますので、一瞬で一番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、空欄 C ですね。選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん正解は3番、デュアリングですよね。皆さん、デュアリング前置詞でございますので、後ろ、イノベーションサイクルという名詞が来ておりますので、問題ないかと思います。でもちろん、フェンとかホワイルは接続詞ですので、後ろ SV 必要ということです。ただし皆さん、このコンマのところまでで SV はないので、1番、2番は×。そして4番、インステッドは副詞ですからね。さすがに後ろに名詞を伴っておりますので、前置詞にしましょうねということでよろしいかと思います。さあ続いて下線部 C でございます。との4番がくっついておりますので考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん正解は4番ですよね。アトラクト。で皆さん熟語を知ってるかどうかっていう問題かと思いますが、ドローアテンション、注意を払うと。そしてアトラクトアテンションも注意を払うということでございます。ですから熟語の問題ということでよろしいかと思います。すみません、第4段落ですが、ちょっと前半をお読みいただいて、で、その後、まず空欄デーを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解は2番のバットでよろしいかと思います。で、皆さん、空所の左側、助動詞メイがいますよね。で、皆さん、このメイとセットで使えるものは、皆さん、2番のバットですからね。ただ、皆さん、それを知りませんという方、実際いらっしゃるかと思いますので、この後、板書で説明しますね。で、皆さん、先に空欄 E をですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、これ、例えば、1番の with を入れるとですね、もちろん前置詞でございますので、後ろに名詞が来るはずなんですが、いきなりコンマで区切られておりますからね。ですから、前置詞を入れるわけにはいかないんですね。となってくると考えられるのは皆さん、副詞を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、なおかつですね、アーリーということで時間的な表現がくっついておりますので、これとセットで使える副詞と言われたら、選択肢の3番のオンが正解ですよね。で、皆さん、先ほどの空欄デーのメイバットとこのアーリーオンですね。これ皆さん、この後、板書で説明します。さあ皆さん、残りの文章でございます。で、最後の問題ですが、空欄 F ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、右側にノアがいますからね。これと皆さん、セットで使えるものと言われたら、4番ですよね。Neither A nor B。A も B もうにゃうにゃないということで、よろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。先ほど扱った中でですね、これは押さえてほしいな、というものをちょっと書き出してみました。で、皆さん、according to、うにゃうにゃによれば。そして、as long as、接続詞であるということは皆さん大丈夫ですかね。そして、意味も if と同じと押さえておいた方が今後につながるかと思います。そして、デュアリング前置詞、うにゃうにゃの間。そして皆さん熟語で、ドローアテンションですね。アトラクトアテンション出てましたね。注意を払うということです。そして名詞のメジャー判断基準ですね。そして皆さんコメントをする必要性があるのは多分こっちかなという感じがするんですが、皆さん先ほどメイウニャウニャバットというパターンが出てました。で、まあちゃんと言うとですね、いわゆるまあ情報ウニャウニャ逆説というパターンなんですね。で、もちろんウニャウニャだがーとか、なるほどウニャなんだがー、確かにウニャなんだがーという感じで皆さん、of course とか it is true、to be sure ですね。で、今回皆さんこっちがあの空所になってましたが、このあたりが空所形式で問われる可能性は十分ございますので、この1,2,3,4 パターンぐらいは押さえておく必要性がございます。そして皆さん、副詞の on ですね。そんなあるんですかという方いらっしゃるかもしれませんが、皆さん、熟語集なんかでですね、from now on、みたいなものを見たことがあるという方もいらっしゃるかと思います。今からですよね。
ですから、皆さん、前置詞かと思ったら、副詞もあるんだね、というところの意識が結構重要でございます。で、from now on がよく出るんですが、今回は early on が出ちゃいましたね。難しいなって感じがしますが、基本的に皆さん、この波線振りましたが、時間を示す語句と併用することが圧倒的に多いですので、ですから皆さん、こちらも含めてですね、もし皆さん知らなければ、この後ノートを取っていただいて、で、皆さんノートを取った後はいつも通り赤シートですね。赤シートで隠して、皆さんスラスラ言えるというところは皆さんいつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。